はいでは大航海時代ですもう地理上の発見とかね新コロの発見と言われますけれどもね、でこれ、響きがいいので、大航海時代というのはまあ引き続き使われています、フランス語でグラン・ボヤージュというね、なか,かっこいいですね、でまあ、なぜ大航海時代と言わなくなったかというと、その前のー和の南海遠征の方が大航海じゃないかというような、そんな話ですけれども、まあそこはいいでしょう。ね、あのこの地図を見てもらいますけれども、まずね、あの中学校の時からバルトロメオ・ディアスの希望法を到達。 それから1488年ね、それからその10年後、1498年のバスコトガマによるインド航路の開拓、カリカットに到着しましたよというやつですね、これはポルトガルですね、そしてあの非常に有名なコロ,コロンブスの新大陸への到達、まあ、到達といいます、もう今日発見とは言いません、えー、いろんな意味合いがありますけれども。 そしてあのマゼランによるですね南アメリカを大きく回っての地球一周ね初の地球一周という大航海ですねこれまさにで彼自身はねフィリピンのですね島でラプラプという部族長にこう争ってですね命を落としますけれども部下たちがね方法の手でまあ,あの ポルトガルに帰ってくるという、えー、これはですね1519年から1522年の出来事ですこの辺りは有名なんですよね特にコロンでもコロンブスとかに関して言うとねもっとこう抑えとかない手を置かないことがあるんですけれどもとりあえずここであの赤で囲ってあるやつねこれカブラール これあの教科書ではブラジル探検をした人ですよというので出てきますけれども、まあ、あんまりうまくいかなかったみたいな話が書いているしかしこの人は後にです、ね、あのインドへまた向かいますそしてカルカットに到達をしてバスコタガマが実現することのできなかったこの商業ルートというものを開きます。 で貿易のルートを開いていくという、これでかなり手荒々なこともして、ですねカリカットの砲撃までして、それをしたという記録が残っていますけれども、でヴェスプッチ、これはイタリア人ですね、これはねあの、アメリカがですよ、アジアの一部じゃなしに、これはアメリカという新しい大陸だという、これを発見した人というふうに言われています、4回言ってますけれどもね。 ね、あのこの人の名前がアメリコ・ペスプッチって言うんでね、それから取ったって言うんですけれども、まあ、これ、本当にあの彼がそこまでやったのかっていうのは、疑問視する向きもありますけれども、まあ、一応、コロンブスもアジアの一部と思っていったけれどもという有名な話で、まあ、彼が新大陸が新大陸であるという、なんとかよくわからないけれども、発見者だというので、そういう、ね、名前を授けられたみたいな、アメリカ大陸が。 南北アメリカが、ね。そういうことで記録に残っていますね。カボットというのはね、これ、北米で探検をした人でね、でこれはねあの、イギリスのヘンリー7世に命じられていくんですね。これでスペインとね、えー、一悶着あるんですよ、後に出てきますけれども、あのこの当時のスペインは、あの太陽の静まの国と言われるぐらいの絶頂期にあったわけですね。イギリスはまだね、ちょっとへこらしなくちゃならなかったんですね。 で最後に、このコロンブスについて申しておきます。コロンブスが1492年、スペインからです、ね、イサベラ女王の資金援助を得て、この航海に向かった、これが第1回目ですあの。3回彼は行っていますけれども、ねえ。で、この人自身はジェノバの出身で、だからイタリア名としてはコロンなんですね。で、すでにこの時にね、西に行けば、この、こういった大陸。 にぶつかってというそここに到達するとというはは本当は分かしてこのですね1492年というのはまたイサベラ女王の命によるスペイン国内のユダヤ人一斉追放の年なんですねそしてコロンブスがその出港した日スペインからね出発をした日がそのユダヤ人の退去のスペインからの退去の 起源の都市と一致しているんですよでこの1492年というのは同時にあのコンキスタ・ドーレスイスラム教徒からこのイベリア半島を回復したという年でもあってですね非常にこれ重要な年ということになっています。 大航海時代の始まりに関するですね要因について簡潔に触れておこうと思います。まずオスマン帝国の台頭ですね、えー、強大化していきます。地中海ですね、その東半分、これはねオスマン帝国の内海のような格好になっていきます。エジプトやそれからそれに隣接をするあの北アフリカ、それから東ヨーロッパ、ね、東ヨーロッパでも南部の方。ね それからあのシリアやまあ今日のパレスチナとかねえそういった一帯ですよそれがオスマン帝国の領土となっていく合わせてそれがぐるりと囲まれる東地中海はオスマン帝国の支配するところとなったとでこうしてですねベネツィア商人やなんかが独占していた香辛料貿易というものがまあ脅かされるのではないかとで何といってもですねあの15世紀の前半メフメット2世が コンスタンティノープルを陥落させてイスタンブールとし、ついにビザンス帝国滅亡してしまいますから、そういった危機感もあったんですね。で、これがね、大西洋へと興味関心を向けさせたと。で、レコンキスタの完成というものがある。ポルトガル王国はですね、スペインよりも一足先んじて制圧を、成立をしています。で、15世紀も後半になると、ほぼこのレコンキスタが、 アラゴンやカステリアといった国によって進められて最終的にスペイン王国が誕生するという時代になりましたで大西洋へと向かっていきますで西洋からですねなんとか遠くアジアへと向かっていけないかというわけですでポルトガル王国のですねこのエンリケ公開王子というのはですね その黄金峡というものが南の方にあるに違いないというので積極的にその航海を促進していきますその中でねあのバスコタガマのインド航路開発、まあ、それに先んじてバルトロメオ・ディアスの希望砲到達があるんですけれども、まあ、あのバルトロメオ・ディアスはそこから先に行けなかったんですねあそこは結構あの海が荒れるので南アフリカの希望法の沖というのは。でそれを後に バスコタガマが実現をするってことこなったんだけどだから東方面東方面つまりアフリカを介して東へというのはこれポルトガルが推進をし一方でちょっと遅れてそうした進出にスタートをするスペインはあのさっきのコロンブスの話じゃないけれどもこれが西へと向かっていくんですね地球球体説を取ればそうなる西に行ってもアジアには行けるだろうというわけです。なんといってもその先には黄金の国ジパングがある これマルコ・ポーロの、ね、世界の記述で、これは、ね、ヨーロッパの人たちはその興味津々であったわけですね。では、ポルトガルとです、ね、スペインの,あの大航海時代の大まかな流れについて、この地図で説明をしておきたいと思います。 まずですね希望法これ先ほど申した通りです、ね、ここはあのバルトロメオ・ディアスが到達をしてその後にカリカットへはバスコタ・ガマがと言いましたけれどもバスコタ・ガマがそこでの交易路を開いたわけではないと、ね、でこれはカブラールが、ねえー、強引にやったわけですねしかもその後にですね1510年にポルトガルはインドのゴアを占領します。 そしてここを、ね、カリカット以上に貿易の拠点とするむしろここが、ね、ポルトガルの貿易拠点ですねでこちらポルトガルのラインですそしてスペインですけれどもスペインは西の方へと言いましたけれどもあのコロンブスはですね3回このカリブ海へと向かっていますあのサンサルバドル島というところなんですけれどもねで大陸というよりもこの島なんですけれど そして、ね、このコロンブスは最初の航海ではねというふうに言われていますところが第2回目これひょんなことからね現地の人たちとも決定的に対立をすることになるんですね。エ、まあ、ピソードとしてはねあのコロンブスの部下があのシャツを干してたら現地の人たちがそれを勝手に着てたとかねそのあたりだったとか言いますけれども。 あのまだ私有財産という感覚のない島々であったので,です、ね、そこで揉めたんだと言うんだけれどもしかしすでにこの第二回目第三回目の航海ではコロンブスは現地の人たちと決定的に対立をして、うんね、殺戮というような事態を引き起こしていますそしてここからですねスペインによる南北アメリカの征服というものが始まっていくそしてこの アメリカの大陸にはですねメキシコにはねアステカ帝国あるいはそのマヤ文明等々ですねそういったあの古代からの文明が栄えていてねで南米ではですねペルーにインカ帝国というものが巨石文明を築いていたという実態がありましたでそしてこれらを決定的に征服をして滅ぼしていくとそしてここでですね 彼はインディオと言っていましたけど、インド人という意味ですけれども、まあ、アジア人という程度の意味ですね。インド人というよりも。で、この人たちをですね、奴隷として酷使し、ね、そして大量の金銀をヨーロッパに持ち込むという結果になったということです。つまり、こうして見てもらって、こうわかるようにですね、アジア方面ですね、アフリカからアジア方面、ポルトガル、新大陸はスペインという大体の墨焼きができてきているんですが、ポルトガルもね、 このブラジルにはあこう勢力を持っていきますのでねあのポルトガルはねこのポルトガルさっきのカブラの話もありましたけれどもブラジルにはね、えー、進出していくんですねで新体力をめぐってこのスペインとポルトガルがどちらのもんだというので揉めるようになっていくということになります。いや大体ですよ 人様の土地に進出していってでどっちのものかもないもんですけれどもでポルトガルはねスペインがこの新大力を独り占めしているような状態であるというのが、ね、これが不満なんですねそして当時の国王のジョアン4世は特にこのブラジルの支配権をめぐってでこれを強硬に訴えているんですよでこの時のね強硬がね史上最悪と言われるアレクサンデル6世これスペイン出身ですで ブラジルはねまあだいたいポルトガルの勢力というかポルトガルの探検が進んでみたいな状態だったんだけれどもこの強行四五戦というので裁定をしてつまり決めてねでこの点々のところからこう西はスペイン東はポルトガルだよというふうに決めていくんですねインドやなんかはまるっとあのまるまるポルトガルということになるんですけれども。 まあこれもね、のこの当時のインドの人たちが、ここはポルトガルだよって言われてもね、何を言ってるんだという感じだったでしょうけれども、当時のヨーロッパで勝手にこんなことを決めたと、実態をともかくとして、ここから西にはね、ポルトガルは出張ってきちゃだめよと、でもこ、のこのブラジルのこの先っちょの方から、アジアの方面はスペインは出張ってきちゃだめよって、こんな具合にね取り決めたわけですよ。 でこれね、ジョアン4世は不満なんですね、そもそも,そもスペイン出身の教皇ですから、どうもあのスペイン B 気だと言うんで、彼はですね直接交渉に乗り出します、ね。この直接交渉に乗り出して、ですねスペインと交渉して、この教皇守護戦を、わ、ま、ず、あ、かですけれどもといって、実際これは相当の面積ですが、でこれをあの西側に動かす。 トルデシリアス条約を1494年結びます強行四五戦が1493年なのでわずか1年でこの妥結が成立をしたということになりますで一方でですねこのアジアの方のね教会は決まってなかったんですねで、まあ、それはね1529年にこのサラゴサ条約というので決まっていきますけれども だって問題はこのフィリピンでフィリピンはねあのマゼランの航海以来で,はでこの地をねその帰った部下が国王のフェリペ2世に献上したという、まあ、献上される方は何のことか分かってないんですけれどもいうのがあってこのフィリピンを、まあ、要するにフェリペ2世に従ってつけたわけですよフィリップですから英語で言ったらフィリピンフェリペンなんですねフェリペンにつけたわけですよ というのでね、若干こう、その辺の不十分さを残しつつ、まあ、こういうふうに、スペインとポルトガルが地球を分割しているよみたいなね、えー、まあ、実態はともかく取り決めを行ったということになります。ではですね、その後、スペイン人によるですね南、中南米の征服の過程ですね、コンキスタドールです。コンキスタドールというのはこれスペイン語で征服という意味で、その征服者たちのことをコンキスタドーレスと呼びます。 英語のカンカですねでまず、ですねあのメキシコですけれどもアス、アステカ帝国、アステカ王国、まあ、どっちでもいいんですけれども、これあの、今日のメキシコシティをこれ、中心に栄えていて、ですねでそこにキューバ総督がをこうスペインは置くんですけれども、キューバに総督を置くんですけれども、その部下のコルテスがね、そこに赴いている。すると彼らは、ですねこの巨大なね、テノチチトランのですね宮殿を見て、水上庭園ですけれども、宮殿、これを見てね、 もう驚きいるのですけれどもこの王のモンテスマ2世が彼らをに迎えるんですよちょっとこれ独特の宗教的なところで言い伝えがあって彼らはですね神が東から帰ってきたというふうに思ったらしいんですよ。ね、コルテスたちがねひげ、まあ、が濃かったっていうのもあるらしいんですけど。 で、この、コルテスはね、それをいいことにですね、モンテスマ2世を捕らえてですね、そして、あの、銃も見たことがない人たちを徹底的に殲滅していくんですね。で、その後もこの、メキシコに関しては、2点3点するんですけれども、例えばコルテスが、あの、キューバ総督からね、あの、命令違反だ、つんで、あの、逆に攻められたり、で、それを撃退してもう一回、あの、アステカをね、 征服しに行くとこれはまずいっていうのでモンテスマ2世の後継者のクアウテモックが戦いに挑んでますからねそれを徹底的に破壊をして征服をしてテノチチトランを略奪するということになりますこのテのチチトランというところがね今日のメキシコシティなんですけれどもねでそれに遅れることこのピサロですけれども彼はねカール1世ですね カルロス一世だなスペイン名としてはスペイン国王としてはカルロス1世のあのー、許しを得てねインカ帝国を征服に向かうこのインカ帝国もこれがまたねあのー、この時のあのー、アタワアルパっていう王様ねこれあのピサロを帝王にもてなすんですねでこれまたピサロもそれをいいことにとつかまえてしまってで牢英にぶち込むでそれとその あトアルパがもう山のような金銀を提示してこれをやるから許してくれとなるんですけれどもでするとねこんな豊かなところであればというので彼は徹底的な征服船に入っていくということになります。インカだからこれはペルーですねアンデスの,あの山沿いです。そうしてね彼らはですねあの教皇やあるいはその皇帝ねスペイン国王カルロス1世 神聖ローマ皇帝カール5世実はこの人物は2人は同一人物ですからでそういったヨーロッパの大勢力からね現地の人々を保護するそういう使命を得てその代わりにそこであの経済活動例えば鉱山開発であるとか農場経営をしていいよというそういうあの権限を得ます。 でこのコンキスタドーレスや入植者がですねで現地の人々を保護しカトリックを広めるということで、えー、認められた権限なんですよところが実際には現地住民を奴隷化して金銀鉱山あるいは農場でこき使うとそしてもう大量の先住民を死に追いやっていくんですねで体も小さかったのでアジア系ですからこの アメリカの先住民は、過酷な労働に耐えることができなかったのと、ヨーロッパの人たちが持ち込んだ天然痘という、ね、感染症、これらによって、ね、人口を激減する、まあ、それどころじゃない、もう氾濫すれば、ね、もうこの絵にもありますけれども、こういったあの虐殺が、ね、至る所に行われるというで、この時にドミニコ会の修道士であったスペイン人のラスカサスがです、ね、カール1世イコールカ、カルロス1世ですね、カルロス1世に。 送ったねインディアスの虐殺に関する簡潔な報告という書物で,で彼はですねこの中でインディアスつまりアメリカ先住民の立場に立ってですねそのヨーロッパの人々スペイン人が行っている蛮行を告発をしているんですねそしてこのエンコミエンダ制は禁止をされるとで奴隷化してはならないということになってで大農場経営あるいは鉱山経営というものがあの 行われるんですよただこれもね、略奪という時点では変わらないので、現地住民を酷使していくと、そして特に金、銀、これをヨーロッパに持ち込むということが行われたということです。ね、あの右の図はですね、その過程で減少したアメリカ先住民の人口ということでね、ご覧の通り激減をしています。そういったです、ね、スペイン人による中南米のの略奪支配の 結果、影響というものについて触れておきます。経済的にはですね、決定的な影響を及ぼすんですね。それが価格革命、商業革命といったものがヨーロッパで、特に西ヨーロッパで起きていくという意味です。そしてね、このスペイン人の支配はですよ、これ今のボリビアですけれども、今年銀山という大銀山を発見します。そして、あの、 それまでに発掘されていた金銀金装飾品とかねそういったものを全て略奪をしてヨーロッパに送りますのであのそれまでになかったちょっと桁外れの貴金属がヨーロッパに流入するということになるんですよとなるとどうなるかヨーロッパの銀貴金属はアウグスブルグの銀というねどちらかというとそんなにあの大きくはないあの銀山に息をしていたので一気に銀が増えてだから価格が 上昇し始めるんですねつまり銀のね通貨である銀のあ価値が暴落するんですよ結局インフレ状態になるとなると農産物価格は上昇大金は増えるそうなってくるでこれまでの農民はどうしてたかっていうとこの領主に税を払ってますよね領主に税定額の税を払っているですると銀の価格が、あのー、暴落をしますから 貨幣で収めていたこの貨幣地帯というものはぐっと安くなるんですよ。で漁師はそれで商人たちと取引をしている。ね、で入ってくる銀の量は同じである。だけれども代金や物価は暴騰している。でここで領主層が封建的な漁師層が没落をしていくということになります。でこういったね変化が起きてきて じゃあそこで何なのかっていうとそのお金を持って回している商人それから商工業者その他まあ都市市民ねブルジョワジーブルジョワジ,ジ,ジーと言いますけどねあの社会科学の用語でまあ要するに商工業者ですよでこういった人たちのね力がねあるいは経済力がぐっと増していくんですねでだからこの価格革命としてはそういったことで漁師の没落商工業者の台頭 そして商業革命ですけれどもさっきアグスブルクと言いましたけれどもこれ中央部なんですよあのヨーロッパの中央部だから中世の商業といえばハンザ同盟であったりこれはドイツじゃないですか <laughs> それからロンバルドディア同盟これ北イタリアでしょだからヨーロッパの中央部がその中心だったでこれはあの特にコンスタンティノープルにそっちの方が向いているっていう方角的にそれもあったんだけれどもこれがね大西洋側に移っていく地中海から 大西洋岸へとその商業、交易、貿易の中心が動いていくということになりました。で、大きな変化が起こってですね、ここで西ヨーロッパで資本主義のエンジンが始動するということになっていきます。一方で、ドイツの東側、あるいはオーストリアあたりから東の方ね、東ヨーロッパの方ね、は、まあ、どうかというとね、これあの、濃度性がね、また強化されていくんですね、逆に。こう、確立していくというか。 だからこちらはですね。あの安価な穀物をあの供給をするという立場で、西ヨーロッパに対する周辺という位置づけになっていきます。だから、中心が中央ヨーロッパから大西洋側に移動する。そして、東ヨーロッパはその周辺という位置づけになるというふうに理解をしてもらったらいいと思います。